チャンネル。こんにちは。そこ。はい。ということでですね、今日沖縄金町でですね、楽天対日本ハムの、練習試合が、行われてですね、楽天は、日本対外試合ね、久しぶりのメジャー復帰からは初ね当番となる、田中将大投手。そしてね、2番手には、ドラフト1位の早川投手。そして、日本ハムはですね、吉田輝星投手が、先発したというところで、速報を、佐々木チャンネル、お送りしたいと思います。まあ、テレビの方でね、テレビ、ネット、の方で試合を、見ましたけども、まあ、田中選手ね、2イニング投げて、最速が、148キロ、情報でしたけども、3失点がね、中田翔選手に。ホームランを打たれて、3失点してしまいましたけども、まあ、全体的に、見る形で言うとウォーミングアップ的なピッチングだったかなと、そんな力感もなく、バランス重視で、投げてた立ち上がりになったかなと、いうところもありますし、ピッチングにブルペンで投げてる延長線上として、対外試合で投げたっていうね印象強かったかなと。あとまあ若干気になったのはまだね力を入れると、バランスが悪くなるなと、肩の開き早くなるなっていうところと、踏み込みがね強くなると若干前にね突っかかっていって開き早くなるなっていう印象あったんで、まあバランスよく投げてる時にはいいバランスでね投げてましたけど、若干まだね力入れて力感出すと頬のバランスがねまだしっくりきてないのかなっていう印象を持ちましたけど、まあ全体的にまあ5割ぐらいかなというところの調整内科のねピッチングになったかなっていうところはありましたけども、まあね楽天ファンの皆さんとね日本の野球ファンの皆さんはまあマー君がね2イニング実戦登板したっていうところでね、まだ楽しみが増えてきたんじゃないのかなと。でまあ今日が土曜日ですから、この土曜日に投げてるっていうことはね比較的開幕、金曜日ですから、開幕に向けてこの1週間に1回とかね、まあもう1回投げての、まあ登板はねこの週末に、なってくるのかなっていうところで、開幕投手が濃厚なんじゃないのかなと、いう感じですよね。まあその中でね、まあマー君の、まあ調整段階といえ日本ハム打線のね振りの強さ、スイング、いい形で仕上がってきてるんじゃないのかなっていうね見方もしました。中島選手がね、センター前に、弾き返して、西川選手ね、右中間に、連続ヒットと。で中田翔選手ね、追い込まれながらカットボールかな、ちょっと泳ぎましたけども、しっかり体重が乗ってねレフトスタンドへ。そして太田選手がね次のストレートを思いっきりね引っ張り込むっていう形でいい調整、スイング力、まあ結構ね日本ハムも、雨でね練習試合を結構流しましたけども、まあ実戦ね少なかった中でもそういう主力の選手たちがねしっかりと強いスイングでね調整しきれてるっていうところはね開幕に向けてまあ頼もしいスイングだったかなと。でその中でね、まあ、気になったのが太田選手の次の野村選手ね、今年サードでねレギュラー狙っていこうと、まあ去年もねいい形で、ホームランさよなら、打ちましたけども、まあ怪我でねちょっと泣いたっていうシーズンでしたけども、今年ねレギュラー取りっていうところで、まあ初回ねランナー一塁からキャッチャーフライ、フェアグラウンドでねキャッチャー取りましたけども、走らないでねまあアウトになっていうねあのプレーバッと、あそこ万が一ね落としてたら、キャッチャーがね落としてたら、まあインフィールドフライにはねランナー一塁では、なんないんで、落としてたらひょっとしたらダブルプレーにねなったかもしれない。しっかりねああいうところはファーストまで走っていくっていうところも大事だし、やっぱり担当コーチも含めて、まあ、まだ若手ですから、そういったところはねしっかり教育していかなきゃいけないんじゃないのかなと。あそこでねボケーっと、打席の近辺でね突っ立てて、見てるのはまだまだ早いと。しかもフェアグラウンドなんでねしっかり走らないと、万が一のことを考えるとねここ大事な時にねポカするっていうところもあるんで、ああいったところの走塁はね、まあ、きっちりファーストまで、走るっていうところはね習慣づけてもらいたい、プレーだったかなというところもあります。それでまあその後のね、サードの守備でも前にね走って前進で左手ね前出して取りに行こうとしましたけども、まあグラブにね触ったか触らないかわからないぐらいで、ね、エラーになりましたけど、まあああいったところもねやっぱりここそのねまあポジション確約されてるわけじゃないんでね、しっかりミスなくやっていかないと、期待値がね大きいだけに、ちょっと軽率なプレーはねちょっとがっかりするかなっていうところもあるんで、まあしっかりねここから、状態上げていってもらいたいなと、いうところもあります。まあただしね2打席目ねしっかりライトにねヒットを打ったっていうところでね、まあバッティングのアピールっていうところはできたと思うんで、まあ昨年もね日本ハムはまあショートに入った昨年平沼選手もそうでしたけども、ちょっとねであと清宮選手かな、エラーがね多くて勝てる試合負けてるっていうところもあるんで、あの守備はねまあ今後
後反省点としてしっかりシーズンに向けてはね、守備力アップっていうところをね向上してもらいたいなと思います。そして、2番手早川選手ね、西川選手の打席に148キロ出たというところで、まあ大学時代マックスがね155というところでね、まあそこまではねプロに入って多分出ないと思いますけども、まあ150前後のストレートをしっかり投げれるのだろうっていうところでね、まあいいピッチングに見えましたし、まあフォームがね、ソフトバンクの、先輩のね、早稲田の、和田投手にね、よく似てるっていうところで、左手がね、なかなかバッターから見えない、ゆったりとしたフォームの中、力感もなくね、しっかり腕を振って、スピード感、あるピッチングがね、登板、しっかりできてきたなというところで、まあ頼もしいね、存在できたんじゃないかなと。しかもね、コントロールもね、素晴らしかったですね。ストレート、カーブ、でまあ、カットボール気味のスライダーかな、それと、まあ、チェンジアップ、系っていうところでね、全ての球種投げたと思いますけども、いい制球力でねバランスよくリズムよく投げれたんじゃ、ないのかなと。でも、まあ、中田選手のね打席、まあ、ストレートで空振り取って、でカーブでツーストライク追い込んで、最後アウトコースのね、まあ、フォーク系チェンジアップ、で三振、投球グッド、ナイスピッチングでしたね。あとまあ多少ね気になったのが逆対角線のストレートだから、右バッターで言うとアウトコース、左バッターで言うとインコースのねストレートが今日の登板でちょっと少なかったなっていうところもあるんで、たまたまね投げなかったっていうだけもあるんで、ちょっと今後ねオープン戦も含めて逆対角線のストレートのね、出来っていうのをチェックしてみたいなっていうところね、興味湧きましたね。まあ今日投げたのはね確か3球だけだったと思うんですけども、まあ長嶋選手に、ワンボールツーストライクからねインコース狙ったのがボールになって、で野村選手にねワンストライクワンボールからアウトコースのストレートをライト前で、清水選手にね、まあ、ゼロボールワンストライクから、インコース行ったのがねボールで、スリーボールツーストライクからインコースになったのが逆球でねファールっていうところで、この対角線のね逆対角線のストレートっていうところが、まあ、今日投げた中だと一番制球がね不安定だったかなっていうところもあるんで、まあこれはねおいおいまた見ながらねチェックしていきたいなっていうところはありましたけども、逆にねアウトコースのあのチェンジアップ系本当にね素晴らしかったなと。カウント取りもできてましたし、三振もね狙いに行く球、コントロールよく腕も振ってしっかり投げれたっていうところですごい武器になるなと。打線のね援護っていうところもありますけども、今日の感じ見てると10勝は硬いんじゃないのかなっていうね、頼もしい存在がね楽天に、まあ、マー君とね早川っていうね右左でね新しいピースが入ったのはね本当に優勝に向けて頼もしい存在だったかなとっていうところがね今日の試合で、見えました。続いて、日本ハム吉田恒成投手ね、3イニング投げましたけども、まあ、全体的にね球が高かったかなと、まあ、ストレート変化球ともに全体的に球が高かったなっていうところがね気になりましたね。まあ、球質は良かったと思うんですよ、悪くなかったと思うんですけども、まあ、高めに狙ってねキャッチャー高めに構えて高めに狙ったストレートっていうのは良かったですけども、まあ、全体的に高めに浮いてるのがね怖いなっていうところもありますし、その中で低めに行ったストレート変化球っていうのは素晴らしいものがあったんで、球質自体はね全体的に良かったんじゃないのかなと思います。だからこそもうちょっとね低めにストレートをしっかり投げていくと、低めのね変化球とかももっと振ってくれてたと思うんですよね。今日全体的にまあ、銀次三振に取ったのかとかスライダーまあ、若干あれも高かったですよね。だから低めの変化球そんなに振られてなかったと思うんですけど、低めのストレートがもっとしっかり決まるようになってくると、低めの変化球もっと振ってくれるようになると思うんですよね。そういった面では、まあ、まだ荒削りな部分はありましたけども、全体的に球質的にはすごい良かったんじゃないのかなっていうね、このなんか今年頼もしいなっていうところもあったんで、もうちょっとねストレートっていうのを低めに投げていくことっていうのが大事かなと。あと左手のねグローブが手広げた時に若干上がると高めに行くような気がしてねならないんで、まあそこら辺はね今日見ただけなんでどうか分かりませんけども、もうちょっとねチェックしていきたいなっていう部分もありますけども、まあ手がねちょっと高いかなっていうねところは、グラブを持ってるねとかちょっと気になったかなっていうところはあります。まあ全体的にですね、マークはまだね、まあそれはもう開幕に向けてですから、まあぼちぼちっていうところかなと。まあこれをね今までやってること調整段階の一つで、まあ点を取れたことはねそんな気にすることもないかなっていうところもありますし、もう早川投手はね本当にいいところを、しっかり見せてもらいましたから、しっかり調整してね、ひょっとしたらね開幕2戦目とかね、大体新人っていうのは日曜日に投げるっていう傾向が高いんで、まあまだナイターがね慣れてないっていうところと、まあデーゲームね日曜日、まあ今年ねお客さんどうなるか分かりませんけども、1万集客をね、入れたいっていうところで、
多分金曜開幕マー君、日曜早川投手っていうところがねあるんじゃないのかなっていうところもありますし、まあ日本ハムはね、まあ、放送内で栗山監督が言ってたコメント言ってましたけどね、今年は大チャンスやと、お腹いっぱいね先発投手の枠を食ってほしいっていうところでね、まあ、先発投手の枠はね結構空いてるっていうところもあるんで、まあ吉田選手がねそこをつかめるかどうか、まあ着実にね成長している姿は見れるんでね、もうちょっと低めにね投げてもらえればっていうところはね、気になりましたけど、そういった面ではね、まあ今後のオープン戦も含めて楽しみなピッチングになってきましたね。というところで今日楽天対日本ハムの練習試合装着でした。グッドは早川、吉田康生の救出もグッド、野村選手タイマンプレーはバッドです。そこら辺しっかり調整しながら開幕に臨んでもらいたいと思います。ということでじゃあ